ミュージカル、刀剣乱舞シリーズの歌手清光役など、様々な舞台で活躍している俳優、佐藤隆志が26日、都内で行われた、笑ゆうセールスマンザステージのゲネプロに出演した。同作品は、1968年に、読み切り作品、クロイ、セールスマンとして誕生し、その後、連載が開始された。藤子不二雄 A の作品では、珍しい青年漫画の連載作品で、比較的マイナーな作品であったが、1989年に、笑ゆうセールスマンとして1話完結のオムニバス形式でテレビアニメ化された。主人公のもぐろ福蔵の不気味なキャラクターと、決め台詞、ドーム、が話題となり、深夜アニメにもかかわらず、世代を超えて人気を博した。佐藤は黒いスーツに真っ赤な唇のスタイリッシュなビジュアルで登場した。アニメ版のもぐろ福蔵のように落ち着いた声色でセールス相手に近づき、佐藤流の様々なドーンを披露。舞台の照明効果により怪しい雰囲気をまとった新たなもぐろ像を舞台上で見せつけた。舞台には佐藤のほか、田村益我、山崎翔吾、富岡浩一郎、野口香織、南誉れし、広志、池村正則、藤村聡、掛川亮太、伊藤彩香、ロズメ、松優が出演する。演出は、ダンスカンパニーコンドールズの旗揚げメンバーであり、マナブラン歌劇、定一の国シリーズや、舞台、パタリロ、シリーズなど、2.5 次元ミュージカルでも、独特のセンスで笑いを追求する小林健作氏が手掛ける。4月23日から5月3日まで東京品川プリンスホテルステラゴールで、5月7日から5月10日まで兵庫アイア 2.5 シアター神戸で上演。